はい、ってことでご飯もね腹ごしらえも終わったんで、まあ、これからちょっとね楽屋行きたいと思うんですけど、東映東京撮影所看板、これね僕当時やってた頃はこの看板なかったんですよね。割と新しいんですよね。そうで、ここに、まあ、当時やってた頃は毎朝5時半とか朝6時に集合っていうので超早い時間に毎朝行ってました。じゃあ行きますか。行きますかっつってもこの中撮れないんで瞬間移動します。といっ、まあてことで控室着いたんですけど、まあ、この時間を利用して、まあ、台本をちょっと読んでいきたいなというふうに思います。まあ、ちょっとまず本読みからしていきたいなと思います。じゃあちょっとせっかく大輔いるんで大輔とちょっと本読みしていこうかな。まあ結構ね自分の頭の中だけでやるよりも誰かと一緒にこうやった方が、まあ、頭入りやすいですし、まあ、いろんなプランニングも立てやすいんで、こう出演者同士でね慣れてくると本読みしようよってなるんですけど、まあ、時間がない時はねこう近くの人を見つけて本読みするといいです。僕なりのかぐやさんでね。そう、かぐや様。僕なりのかぐや D かぐや D かぐやで皆さん D かぐやですからね。派手に被弾し LK ライザーが転がる。いやー悲しかったな。迫撃を受け変身解除変身カードも切られてしまう。パサッで、はい、かぐや様のセリフ。しまった、はい、ピンチのかぐやに迫る三式。その時ベルトの音声、アタックライドブラスト、多分これ僕の方のさ、ダダ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 ダ、オーロラカーテンからの銃撃が D さんをひるませる。はい、かぐや様セリフ。あれはまさか。はい、その瞬間かぐやオーロラカーテンが包み込む。ダーン、あのね、現場でもねみんなこういう感じだから、もうドワーンとかやるから今オーロラカーテンでなんかね、オーロラカーテンの現場の音ドワーンだから不敵に笑うつかさ、その姿がディケイだと重なり、見せてみろレジェンド、お前の伝説ってやつを。異空間が無惨していき、ほらもう終わりです。あ、ここまでか。ここまで。なるほど、割と早いでしょ。うんうんうん、おります。はい、今着いたのでちょっとお着替えの方をお願いいたします。あ、わかりました。メイクをまたちょっとお願いしますので少々お待ちください。了解です。お願いします。初めこの感じでセットしていいですか。そうですね、なんかうねうね系でいきますか。ちょっとうねうね、はい、つかさってその各世界で結構髪型がちょっと違うみたいな。はい、なんか聞きました。あれなんで、はい、逆に繋がりがないんですよ。めちゃくちゃ助かりますね。うん、逆に助かるんですよね。はい、かぐや様ってどうしてあんな髪型になったんですか。いや、あのキャラ結構癖強いじゃないですか。はい、あれ金髪で行こうってなったんですか。あれはなんか AP さん、あの AP さんというプロデューサーさんから、うん、イメージが、かぐや様のイメージがローランドさんなんですよね。そうなの。はい、みたいな。かぐや様が金で、司が白だいぶ絵面がすごいですよ。やばいですね。はい、メイク完了。まあそこまでね打ち合わせしなくても結構いい感じにできたんじゃないかなと思います。はい、ということでね途中でメイク行ってきたんですけど、まあちょっと時間まで、まあセリフないし芝居のちょっと打ち合わせねしたいと思います。では囲まれてるんだ。エルキレさん、ガチャン。やばいやばいやばい。エルキレさん、ガチャン。しまった。ピンチの影屋に迫る三式。その時、アタックライト。ブラスト。デカテンの銃撃から D さんがひるませる。あれはまさか。その瞬間、かぐやを A カーテンが包む。さあ、異空間あたりを見回すかぐや。久しぶりだな、坊主。振り返ると不意に誰かにお腹を触られる。クシャ
そこにいたのは角谷つかさ。くっそふざけてるけどね。いやマジで、でもこういう本当に現実ではありえないことを本立ちでやると結構ね柔軟性がこの後出るんで、あの対応ができるようになってくるん であとセリフも覚えやすいんで、結構ねこれ非常に大事です。ふざけてるように見えて。もう一回言いますか。はい。ディケイド角谷つかさ、なぜここに。カシャマ、あなたには伝えたいことが山ほどある。だが今は仲間ができたんだろう。いい顔だ。だが俺には遠く及ばんがな。見せてみろレジェンド、お前の伝説ってやつを。絶対やんね。あざす。あ、メイキングですかこれ。どうも井上です。昔仮面ライダーディケイドというものをやっておりました角谷司でございます。はい、じゃあ段取り前にご紹介させていただきます。角谷司役の井上雅弘さんです。はい、井上です。よろしくお願いします。よろしくね。角谷さんもよろしくね。お願いしま す, すこれ撮ってもいいですか一回。はい、はい、いいですよ。見せてみろレジェンド、お前の伝説ってやつ。なるほど、なるほど。これをやるの分かんないです。なんかやってもいいかなって思ったんですけど、この後俺もやるので。そうですよね、はい、いいじゃないですか。ありがとうございます。すごいっすね。何がすごいの。本物だって本物だじゃないよ。本物だ。あなたも本物なんだよ。いやすごい。これねもうなんか海外でこのコスプレしてる人いたよ。本当ですか。そうで早いっすね。で僕これこの間こうファンのこうちょっと台上に上げてこれ剥ぎ取ってこれ着てみた。すごい。そうなんですか。お願いします。じゃあ本番でいきます。本番。分かりました。よ、はい。久しぶりだな、坊主。オーケー。ウェイ。どうぞ。これ引っ掛けの付き合いって言って、あれです。僕映るんですけど、その声振り向くシーンなんで、これきっかけって言います。はい、乾杯。まんまーす。回りました。よー、はい。角谷つかさ、なぜここに。なに、通りすがっただけさ。いつものようだな。あなたには伝えたいことが山ほどある。カット、カラブタイ。あ、ちょっと待って。いやいや、オッケー。はい、次。はい、じゃあただいまのカットをもちまして、角谷つかさ役、井上雅弘さん、劇場版カメラのガチャのオールアップでーす。お疲れ様でした。お疲れ様でした。こんな一瞬なのにお花まで用意していただいて、ありがとうございました。ダサい監督に会えてよかったです。いや、俺も楽しかった。はい、楽しかったです。ありがとうございました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 。頑張ってね。良かったです。ありがとうございます。はい、ということで、ガッチャードの映画の撮影、1日だけでしたけれども、無事に終わることができました。今日ね、結構カメラを回させてくれたんで、メイキングのように、追うことができたんじゃないかなというふうに思います。ガチャの映画、おそらく現在公開してると思いますが、このような
その現場の積み重ねで映画というものは作られてて、一つの作品になっていくっていうので、何度もこの映画を愛していただけたら嬉しいなというふうに思います。これ最後お花もらったんですけど、ちゃんとマゼンタのバラと黒のお花でディケードを彷彿させてくれる、そんなお花をこういただけるっていうところまで、本当にスタッフさんのちょっと愛が嬉しいですね。はい、ということで、まあ、ちょっと名残惜しいところもあるんですけれども、帰りたいと思います。またね、バイ。あ、映画見てね。